ださい。はい、じゃあお互い先方決まりましたので、最後の試合ね、決勝戦始めていってください。はい、というわけで、まあそうですよねということで、先方は、1P 側が委員会、2P 側がまさかここは大佐を残大佐を残すさないさない。はい、ということで、まずじゃあチームのね、チームのテンションを上げるということで大佐が出てきました。さあ、お互いカラー、これはあえてアインさんカラーを合わせている。分かりづらい。抜い出せばガード、さあ画面端、クウミサを巻いて中央に戻る。これはうまい。シャガハイで釣れた。エリアル追加が当たらない。シャーケル避けてクウミサ、さあ意外と体力そこまで差はついていない。画面端排熱して大佐様子見、カカン取ってタチパン下段、画面端、さあ大佐真面目モードか。エリアルで中段ですね。はい、大佐立ち回る、相打ち助走突っ込んでいく。そしてめくり新ネタバースト使わせて手段をやめない。爆発し一緒に爆発してるけど、ここは様子見、排熱してジャンプエースに対して体育マイパン、しかし円エース置いてあった。大佐が頑張って一本選手2ラウンド目、前ハイ重ねる、前ハイ重ねる、前盤で全部避けたかったが果敢捉えて画面端クリと当たらない。クビサそして爆発、今回やっぱり熱量はちょっと高めにしときたいっていうのもあって、こうやって爆発するシーンをよく見ますね。クーダーで中央に戻る、ハンマー当たってエリアル、いいダメージ、そして前パン、ここはちゃんと牽制相性を知ってる。まあさすが長いことやってますからね、言うてもリッパーロマキャンから画面端排熱、ダウンを奪ってシャガパン、クーミサ、さあ体力は5分、これはいろんな意味でアインさん側が面倒な展開になっている。前ハイシャガー系の暴れ早い、チミサ食らい逃げ、しかし体力を有利取ってるのはロボ側。クーミサクーミサダースト、つながっていないがダメージ取って爆発、そして置き攻めに持ってかれる。エフビグリード、前ハイスタン1スタン1、さあこれは前ハイ消す、わからないぞこれは、削り、最後はおそらく、ああゲージがなかったですね、テンションゲージがなかったんでフォルトが張れずに、さあ大佐がね 2P 側なんですけど全然声聞こえてこないんで、多分めっちゃ真面目にやってたと思います。あの B 筐体の 2P 側にいてもクソうるさいんですけど全く声が聞こえなかったんで、おそらく画面しか見てなかったですね。死ぬほど真面目に、なぜそのポテンシャルをいつも出さないんですか。さあ中堅先鋒戦出てくるのは、ユキオさんのテスター。下段割っていく、ただここはできるだけ頑張りたい。電力を貯めつつ空味差で罠も消していく、そして手だ、ロボの手だ結構めんどくさいんでね、網を使ってエリアル行きたかった、当たって置き攻め、タッチ系下段バーソFB バントがあって立てない、
そして画面端ファントムがあってめんどくさい状況、ディガをつないで画面端継続、タツキがカウンターしてエリアルで殺しきれるでしょう。一本選手は雪男でした。2ラウンド目下掛け通してダスワガード走っていく、下が入から攪拌バースを使わせる、そしてエグゼを重ねて、さあワニワニパニックからケースアミコンボが繋がらない、ロボはちょっとパーツが違うんでしょうか。風味差を使って相手を画面端に押し込んでいく、でナイトメア、これは毒もあるんでめんどくさい、体力がどんどん減っていく、そして要塞モード、風味差くんさ削っていく、見えてなかった、魔法が溶けてる、タチパンタチパン、大佐はおそらく先ほどの一戦で集中力を全部使ってしまったんでしょう。まるで三能戦の昇北のようですね。はい、というわけで中堅戦、ユキオテッサ対エディファンジ、夫人を通す画面端、もう一回夫人 KS が当たらない、しかし端は継続、これはテッサが抜けるの大変そう、シャガハイお互い使ったところに投げているのはエディフ、ステップ使ってガンガン押していく、暴れ潰したまらずバースト、エグゼアを使っていたが、これはまた画面端、夫人ゲージは温存、次の置き攻めで殺したい、しかし暴れる二筆で暴れ、網を使ってマスパペ当たってあえて何もしない、そしてつながっている、なんだかんだで体力は5分、タッチパンつながらない、ランズパナッシュいく、バスをそして要塞モード、状況を有利にしていく、さあ画面端ヒツ中段はガード、そしてシャガハイ暴れ、リガ風神はしっかり警戒している、ドット先制したのはユキオテスター。2ラウンド目サイス足払いは当たらない、立ち足払い置き攻め、下段は食らっているがつながらない、気にする必要な暴れ潰しバースト、風神当たってサイススタイクが通る、ハイディアミランカスでもう一回、これ結構運びますね、そして何もしない夫人、ひとみちゃんいたけど関係なくてオン、そして置き攻めレッドアングル使ってエフィファントがめんどくさい、ガードしてカバオがいた、投げて立ち合い当たってこれは死ぬでしょう。1-1最終ラウンド、ジャンピーで突っ込んでくる、カメハジ風神カウンター、これは痛いんじゃないか、風神エミリン、そして端まで連れていく、投げを通す、しかしこれはタチパーミー、おいしいジャイスランズマースパフェで状況有利のきっかけを作っていく、ジャンプピーからつないでグラビリーが相手受け身を取らない、バーストを警戒しつつ置き攻め、キンバーはガードポイントで取っているが投げているのはテスター側、さあ、はい、グラビリーが K1 つけて画面端、さあこれめんどくさいぞ、サイス、さあ無理しない、テスター側無理をしない、ジャイアンスを通す、ロマキャン使って攻める、かけ暴れてジャンプピーデッドアングル、さあめくって中央に戻る、しかし前エース
ドット戦で頼れるあいつが出てきました。いやー強いですね、あの技は。さあ大将出てくるのはロイソル。1ラウンド目、ガフラ飛んで逃げる、タッチ系画面端、暴れ潰し、バースト。あのアンジのね、禁煙さすげえ走んな、 100m ダッシュ、暴れ潰しの FB はガード、うちのトース、エフリン、金イエスオン、置き攻め、つながっているが補正を切って投げる、昇竜とかグランドバイパーは警戒してるのかな、様子見を混ぜつつ、置き攻めをしていく、バースト、そしてめくれている、リボルは、置き攻め、固まっているところにブッキラ通す、こういうガンダッシュの、投資家でやっぱりロイさんうまいですね、一本選手。2ラウンド目、シャガパン対空からオンまでつないで先にターンを取るのはエイジ・ファンジ、長谷が当たってシャガ系ブキラサイドワインダーバースト、サガイス置いてある、フージンはガンフレーで止められて、ガンフレー飛び逃げ、中央に戻る、フージンを通して S ハイダウン、中段ちょっとずつダメージ取っていく、グランドバイパー、これは様子見してたのかな、サガハイからワインダーつないで、ワインダー最後はクリーンしない、さあまだワンチャンあるぞ、しかしジャンプハイ突っ込んできた、というわけで、対照戦ですね、最後の試合、ロイソル対、ヘブンベノム、本日最後の試合ですね、ソルベノム開幕艇だ、通していくヘブンベノム、画面端ちょうどソルがいるところに当たらない、ジャンパイ前パンで暴れ潰しも見せていく、ボルカ相手の動きを見ている、キンエスエリアルジャンパイダウンを奪ってカガス投げる、ファースト使ってジャンピーから今回ダウン奪える、ボールか切り返して手だつないでバックしても見逃さない、画面端ガンフレー、あガンフレを使って逃がさない、武器は飛んで逃げている、しかしガンフレームが当たっててカガス、キンエスジャンピーク対空からボールかつないで、クロビートだが気にしないで、まあ、ガンガン攻めていく、攻めが止まらない、先にリーチをかけるのはロイソル、2ラウンド目、前当たってボールか、思い切りがいいですね、ジャンピー走ってくる、リボルバーからコパン攻め継続、当たってしまってリボルバーつないでバースト警戒しつつ、ボルカで締めて画面端継続、ガンフレー、ボルバー飛び逃げ許さない、金バーもガードして、これはロイさんのペースが続いて、最後はダウン追い打ちでしっかり殺しきる、というわけで勝ったのはアインカイ、ロイソル、ユキホテスタメントのチーム優勝です、おめでとうございます。やっぱいいですね、大会は面白いですね、今日見に来た甲斐がありました。
はい、じゃあそんなわけで本日の、優勝チームはロイソル委員会ユキホアテスタメントチームとなります。おめでとうございます。2位のね、対戦のチームを非常に盛り上げてくれてありがとうございましたということで、今月中、まあ早ければ今週土曜日とかに間に合えば PC 以降はね、新調しようと思っておりますので、配信見ている方もね、あんまね、TRF から始めてきた、ライブ配信ですけども、あんま高画質でやってしまうと、まあ見せてこなくていいよねってなっちゃうんで、あんまり高画質にするのは、やりたくなかったんですけども、どうやらそういう時代のようなので画質は綺麗にして、配信したいと思います。なので、配信見てる方もね、なるべく、お店に来ていただけると、非常に助かりますので、よろしくお願いいたします。来れない時に見てほしいなっていうのはね、目的で始めたライブ配信だったので、まあそういうのを忘れずにやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。本日の大会はお疲れ様でした。今週土曜日には初心者対戦会がありますので、参加表明今現在7人とかだったかな、だったと思いますので、なんかね、講師の方も何人か来てくれるそうですので、ぜひぜひ参加してみてください。はい、本日の大会はお疲れ様でした。